じゃあ今から行きますよ。はい、行きましょう。タクシー来た。どちら行きますか。レンチモンまで。レンチモン、はい。お城と兼六園の間にある正門。私こんな坂を私殿様に登ったような感じしんねんけどね。一番古いんですこれが。そこすぐそこにも入り口があるし、うん、裏にもあるけど、なんかこれ一番人前あったりしないような場所へ、ね、うん、ここが一番古いんだって。分かりました。見て見て、藩主が出入りしたレンチ御門、御門、うん、だからここがね兼六園の一番古い門らしいですよ。本当かな、知らんけど。行きますか。よいしょ。19世紀中頃に作られた日本最古のものと言われてます。知らんけど。いきなり今年道路来たよ。嘘、本当、早っ。ほら、本当だ。一番有名なところ、よくパンフレット載ってるところ。そう、今年道路ってわかる。そう、外のな、弦を、こう、支えてるの器具みたいな、あれがあれに似てるから琴地灯籠。ほんで昔足がな折れちゃったんだって、半分右側の足。どれ？ほら長さが違うでしょ。本当は同じ長さの灯籠。右が折れちゃったからあそこに乗せたんだって。あ、いいねこれね、あの水面に映ってる感じがいいな。なんかすごいね。何した人よ、山とかけるは。なんか日本食感がある。実在？聖徳太子みたいな感じ？もっと古いから。水難の駅で戦死した郷土出身の将兵を祀った記念碑で、なぜ大和武尊の御事なの。
わかりません。ちょっとその辺がわからないけど、うん、うわあ、こんな太ってた。いや、伊吹山の山頂にあったのはもっと痩せてた。痩せてたよね。本当、うん、太ってる。太ってるね。前田成康っていう人がお手植えしたらしい、うん、お手植えされた、うん、お手植えって何？手で植えた。おつけるんじゃない。偉い人やからおつけなんて。これ何で作ってるの？セミの柄。怖いんですけど。セミの抜け殻で。あ、光ってる光ってる。黄金の子がいた。ほら。うん、ないんだよ餌は。捨てるかな。でっかいスッポンがいます。怖いんですけど。あ、潜っちゃう潜っちゃう。ここはね、これを見ながら喋ってます。ここはね、うん、琴地灯籠がある反対側の霞ヶ池っていうやけど、うん、あ、ここか。難しい字やな、うん、これ。そうやね。ちょうど琴地灯籠の対岸かな、うん、にあるサザエっていう、うん、サザエでございます。ちょっと小高い山ですね。はい、丘かな。だから登ってくるのに、うん、サザエやからな、うん、螺旋の道を上がってくる、うん、ちょっとやけどな。だいたい昔のお殿様もここから見たかな、この景色。見たでしょう。兼六園って結構高低差ありますね。あるね、うん。なんかこの高低差を利用して、うん、あの噴水を作ったらしいよ。らしいの、うん、教えてもらったの。とある人が言ってた。なんかそこの島行きますか。行きます、はい。この池の名前は何ですか。ひさご池。お、覚えた。覚えた。灯籠の名前は何ですか。琴地灯籠。覚えたね。もうこれで兼六園通になりました。わあ、素敵。素敵です。結構な滝がありますよ。すごい、ここいいじゃん。緑滝っていうねて。この滝が。うん。この白い目地がナムコに見えたのかな。白は見えないな、うん、でもナマコ食べ入るよ。あのさ、
正面の石垣と側面の石垣が全然違う、うん、本当だね、時代が違うのかな、なんでだ、なんかいろんな印があるよ、側面の石垣の、あ、こっち古いんじゃない、元からある石垣なあ、正面と全然違うな、違うね、うん、正面作ったんじゃない、なあ、ねえ、本当？復元したやつね、はい、これがあの金沢城の中で古い建物です、うん、石川門鶴丸倉庫三直軒長屋です、はい、でこの辺の五十軒長屋とかは全部復元したやつです、だから今からとりあえずここ行って、うん、で三直軒長屋行って東茶屋街に行きましょう、はい、はい、なんだろうな、武器庫だったかも、重要文化財鶴丸倉庫です、うん、幕末って書いてるよ、に建てられたことが明らかになったって書いてるよ、幕末というのは江戸時代、うん、何で撮ったんだろうな、それは書かれてないな、本当だな、うん、もうちょっと詳しく書いてほしいな、ね、あの壁が石なんだ、石、本当だ、綺麗な四角だった、54メートル、江戸時代初期に建てられたものみたいですよ、初期ですか、初期、保存修理されてるね、うん、それは仕方ない、そうか、うん、これ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 、あ、うん、ほら縁取りが綺麗にしてます、うんうん、金羽鳥、猫シーズン、へー、うん、こだわりが、まっすぐする技術すごいね、勢いのある積み方、そうなの、感じる、ない、すごく丁寧ね、え、ね、こんなぴったりいけるの、なあ、これが暗がりだね、あ、本当だ、見てみますか、読んでみろ、テスト落ちた、テスト落ちた、あ、もう出てんじゃない、テスト、まだ出てる、もう今落ちた、勝江町、これが、うん、調べてきたくせに、これは何、カズエマチ、これ何なの、わかんない、ロマンを考える会って書いてあるなんか有名な人じゃなくてあ、じゃじゃん、ここが暗がり坂です、これです、でも明るいよね、これが暗がり坂、うん、
いいね。台湾の9分な、うん、素敵です、素敵です。金箔は無味です。金箔だけで400円ぐらいします。マジで、
普通のソフトクリーム450円とったからな、うんうん、わあ、ね、素敵、いつもってとこだよね、素敵ですね、朝来たらいいんじゃないや、朝来たら誰もいないわ多分、ね、いいですよ、そこがメイン、一周してきたね、うん、そこがメインだ、何も一角やな、ここは和江橋、さっき言った、うん、ここは橋渡ったでしょ、うんうん、明かり坂、暗がり坂になって金沢満足したな、金箔ついてるまだここにおでんの具が、うん、現在提供できるこれは海外もあるよ、何食べる？エビ天をつけるの？知らない。うん、だな。乾杯。乾杯。映ってる？うん。ありますかね。うまいなこれ。久しぶりや。本当。誰シュウマイなんだ。卵1個食べていい？いいよ。食べたい。はい、食べてください。なんかこれ、これ何？これがバイバイ。これを？わかんない。はい、これ全部あげますよ。まさかくっついたもんね。こうなってます。サザエ。サザエ頼むの？なんか大きな貝殻がついてくると思う。なあ、中身だけなんだね。テーブルさんは3名様 OK です。危うく大惨事です。車麩？麩食べない。おでんには入れない。チャンプルーかな。いや。チャンプルーなんかしない。どうやって食べる？すき焼きぐらいですか？へぇーなぁ、美味しいですか？すごい弾力がある、ちょっと僕も食べてみる、うん、いや、こっちの方が気持ちが悪い気持ち悪いです、肝の方だ、そう、肝の苦い、苦い、まあ、これが好きっていう人多いけどね、ちょっと食べてみよう、どうせ二人は食べないよね、レバーみたいな、じゃ二人は食べれんと思うで、失礼しました、どうした、うん、あ、気がつかなかった、そう、はい、シューマイ1個食べていい、うん、2個食べていい、そうでしょ、そう、551、どっちが美味しい、551
551で合ってる。556だね。551か。見て。私の想像してた点と違った。そうだな。うどんに乗ってるやつみたいな。ゴロゴロ。赤巻きってナルトのこと。ナルトとはまた違うの。ナルトでしょ。ナルトってもっと丸くない？周りがギザギザの感じ。なあ。レンコンだな。美味しそう。椎茸。何だ名前は確定やけど、いやねえやん、よくあるやつやな。じゃあ、おー、美味しそう。なんだこれ、なんかあんかけみたいな、ねえ、あんかけみたいになってるね、なんかこの尻博士知らない、自分にはどんな字だ、自分にはなんか見たことのない字だ。わかめと思ったら違った。なんか野菜だ、これそうじゃない、違う違う、あれじゃない、なんだろうな、調味噌、パン玉、カタドーフだって、カタドーフ、カタドーフもまた金沢の名物なのかな。うん、おいしい、おいしい、硬くはない、おいしいんじゃないの、うん、硬くはない、あ、これだソースと醤油と塩でいきますか、うん、じゃあいっちゃってください、はい、いただきます。串カツといえばソースですよね。大阪はソースです。味噌漬けダメなやつ、あっと、うん、美味しい。ホテルに帰ってきました。おじさんのお夜食です。能登の塩を使った炙りのどぐろ結びです。絶対美味しい。なあ、うん。口の中がのどぐろでいっぱいです。美味しい？美味しい。油乗ってる感じ？うん、乗ってる乗ってる。うーん。今1個400円ぐらいするね。したね。うん。すっごいエクスペンシブ。うん。でもなんか、変わり種がいっぱいあったね、うん、なんか何があったか忘れたけど、あそこのおにぎり屋さんな、うん、美味しそうだった、すごい、うん、名前忘れた、うん、美味しそうなおにぎりがいっぱいあった、うん、金沢駅の中にあります。はい、いただきます。美味しそう。一口で食べていい？はい。380円、うん、400円、夜はライトアップされてる、うん、ステンドグラスがもっとはっきり見える。そう、じゃーん、開けます。